呼ばれた仲間。僕が大学生の頃、あれは確か昭和63年12月の出来事でした。同じ高校の友達と二人で神戸の三宮に出ていたら、別の高校卒業以来の友達と出くわしたんです。おう、久々じゃないかとなって、確かお茶なんか飲んだ記憶がある。その後三人は最後に出会った友達の家に向かった。夜になってこの家に高校卒業以来の友達が来た。彼はこの家にはちょくちょく来ていたらしいが、僕とは卒業以来の出会いでした。いやー、お前久々じゃないか、どうしてたんだと言われて、あれこれと盛り上がったのだが、ここからが問題でした。僕たちは高校の時、6人で仲が良かったんですけど、この時点でそのうち4人が偶然に集まったんです。不思議だよな。今まで音信なかったのに、とか言っていた記憶がある。あと、N と W が来れば、あのメンバーだよな、とか話してた。深夜の4時頃、突然 N、こいつも彼の家にはよく来ていたらしい。N が車で青くなってやってきた。そして僕たちを見るなり、W が昨日自殺していた、と。W の家から連絡があったと語った。もう疑いようがなかった。卒業以来6人が集まることなんかこれまでになかったのに。この日は次々と5人までが出会って、最後に6人目の彼の死を知ったのだ。亡くなった W がメンバーを集めてくれたとしか思えない。きっと彼も近くにいたんだと思う。叩かれるドア。今年の初めだったんだけど、夜歩いてコンビニまで酒を買いに行ったんだ。まあ難なく酒を買って、寒いから一本開けながら帰っていたんだよ。iPod で大音量で音楽を聴きながら、ハイツまで帰ってきて、部屋の鍵を開けて入った。すると、内側から鍵をかけたと同時に、ドアノブが外から、ガチャガチャガチャって激しく回されたんだよ。ドアもドンドンドンと叩かれて、ドア開けた隙を狙う強盗か?とか思いながら、ガクブルしていたら、10秒ほどでやんだ。死ぬほど怖かったんで、とりあえず産後で実家に帰っている嫁に電話で報告。嫁と10分ほど電話で話して、とりあえず警察に連絡をするわってことになって電話をした。戸締まりをしっかりして、警察が行くまで絶対に家を出ないでくださいって言われた。ちょっと落ち着いてきたから酒を飲んで待っていたら、インターホンが鳴った。モニターを見ると、鳴らしたのは上の階の住人の愛さん。近所付き合い以外にもたまに一緒に飲む。まあ状況が状況だし、イルスを使ってスルーした。そしたら5分後くらいに愛さんから携帯に着信が。もしもし、インターホン鳴らしても出なかったけど、今からそっちで飲める?
ああ、実はカクカクしかじかで。愛さんとこ何もなかった？いや、特にないけど。気をつけてくださいね。もうすぐ警察が来るはずなんで。あ、じゃあ。それからさらに5分後くらいに警察が到着。だが、到着した警察の様子がおかしい。インターフォンを鳴らして、こちらが応答する前にドアを叩きながら。〇〇さん、大丈夫ですか？と叫んでいる。なんだろうと思って玄関に出てみたら、うちの玄関のドアと玄関前の通路、階段に、まあ新しい血痕がべっとりと。お怪我は、心当たりは？先ほどからこの血はありましたか？と怒涛の質問攻め。と同時に、なんか俺が疑われているような気もした。とにかく順を追って話して、血痕を見たのは今が初めてだと質問する。ああ、そういえば上の階の愛さんが、さっきうちのインターホンを鳴らした。15分くらい前です。愛さんだったら何か知っているかも。というか、もしかしてこの血痕は愛さんの？愛さん、襲われたんじゃ。一人警官をうちに残して、もう一人が上の階の愛さんの家に。しばらくして、警官が血だらけの愛さんと降りてきた。愛さんは襲われたのではなく、襲った方の人間だった。もろもろが終わってから聞いたんだが、交際していた女性を自宅で包丁で刺したらしい。さっきは人を刺したことでスイッチが入ってしまって、他にも何人か刺そうと思って、うちのインターホンを押したらしい。インターホンに出ないんで、電話して上がり込み、俺を刺すつもりだったとか。俺が別件とはいえ、警察に連絡したことを知って、放心状態で自宅にいたらしい。ただ、刺された女性は命からがら逃げて、愛さんの部屋にはいなかった。ここからオチなんだけど、結果、刺された女性は、駐車場に停めてあった自分の車の中で絶命していた。そして、俺ん家の玄関のドアに付着していた大量の血痕と、被害者女性の血液が一致した。ドアノブから出た指紋も、被害者女性のものだった。俺が最初、強盗と勘違いしていたのは、助けを求めていた彼女の。テレアポのバイト。ちょっと前にテレアポのバイトをしていた時なんだけど、インカムつけて通話をしつつも、お互いの内容がなんとなく聞こえるくらい小さな事務所だった。そこでバイト仲間の一人が妙なことになったんだよね。俺は壁際で、隣は A っていう真面目なやつしかいないんで、その会話を聞き流しつつ、めんどくせえとか思いながら、俺もリストに従って順番にノルマをやっつけようとしていた。インカムで塞がれていない左耳に、はい、7月の18日ですね、渋谷、はい、確実に、って A の声が聞こえてきて、アポ順調だな、いいな、なんて思っていたんだけど、その後、息が止まるまで何度も刺す、はい、死ぬまで逃がさない、そう聞こえてきた。
そして急に A が後ろ向きに椅子ごとぶっ倒れたんだよね。反射的に見たら白目向いて泡吹いていて、女子も多い事務所だからパニック状態になっちゃって、すぐに社員が救急車を呼んで A は近所の病院に運ばれたらしいんだけど、その後出勤してくることはない。テレアポで営業をかけていたのは某 CS のチューナーだし、サスとか物騒なキーワードが出てくるのは常識的にもありえない。 A はどんなお客さんとどんな会話をしているんだよと。通話記録も残っているはずだと思うんだけど、バイト先からは何の説明らしきものはなかった。それからしばらくして、飲み会の帰りの始発電車の中で偶然 A を見かけたんだよね。 A はガラガラの車内の真ん中で突っ立ったまま、よだれを垂らしながら恍惚の表情で笑っていて見る気絶えなかった。あの電話一本で何があったというんだろうか。